T.M. スティーブンス。スティーブンスは彼自身とギタリストのマイケル・バーンズ、ドラムのゲイリー・サリバンの3人からなる自身のバンド、ショッカ・ズールーとして2007年に発表したアフリカンズ・イン・ザ・スノーまでの7枚のアルバムを発表している。スティーブンスは自身のバンドでの活動だけでなく、様々なミュージシャンとの活動も行っており、例えば、スティーブ・バイや、ジョー・コッカー、シンディ・ローパー、リトル・スティーブン、ティナ・ターナー、ダン・ハートマン、ビリー・ジョエルなどとの仕事が挙げられる。プリテンダーズの旧メンバーとして、プラチナレコードに認定されたアルバム、ゲット・クロースにも参加している。また、ベーシストとしてだけでなく、プロデューサーやアレンジャーとして、バーニー・ウォーレルや、ビニー・ムーアの参加したディープ・パープルのトリビュートアルバム、ブラック・ナイト、ディープ・パープル・トリビュート・アコーディング・ツ・ニューヨークを制作している。こうしたベース奏者、プロデューサー、作曲家としての活動のほか、ツアーにも頻繁に出ている。前述のショッカ・ズールーとしてのツアー活動の合間にも、様々なメンバーとのツアーを行っており、2004年にはジーン・ポール・バレリーと、プリンスのバンドでの活躍で知られるジョン・ブラックウェルと共にツアーを行った。2005年の秋にはニール・ザザとのアジアツアーを行い、その直後にショッカ・ズールーとのヨーロッパツアーも行った。その後、カール・バーマーとアンドレア・ブレードとのイタリア、ロシアでのツアーで2005年を終え、2007年にはザ・ヘッドハンターズのツアーにベーシストとして参加。2011年の夏には、ブーツィー・コリンズのファンク・ユニティツアーに参加し、来日公演、東京でのサマーソニックへも出演した。スティーブンスは、現在では特に、ワーウィックのベース、アンプを使用しており、またそのデモンストレーションでの活動も多い。彼が主に使っているのは、ワーウィックのストリーマーベースのネックスルー型、4弦モデルで、そこにIngo Körnerのエアブラシによるアフリカをイメージしたカラフルなペイントが、ボディの裏表、ネックにまで施された、通称、ズールーウォーリアーである。モーリーでは、フォンクアというスティーブンスのシグネチャーのベース用、ワウペダルが製作されている。スティーブンスのベース奏法は独特で、指弾きと親指を下に向けたままでのスラップ奏法を組み合わせて演奏する。この奏法は、レッドホットチリペッパーズのフリーと、ほぼ同型だが、スティーブンスの方が、キャリアが長い。ありがとうございます。